皆さん、こんにちは。五等分の花嫁は、週刊少年マガジン掲載2話目から見てます。週末です。はい、改めまして、ね、五等分の花嫁動画としては久しぶりなんですが、今回はこちら、五等分の花嫁の、まあ、新作エピソード、いわゆる夏休み編のね、円盤の紹介動画でございます。で先に言っておきますと、こちらね、もう開封しておりまして、まあ、これを買ったのもですね、こちらのね、イベントチケット優先販売申し込み券のためにね、買わせていただきました。もちろんこちらもね、もうすでにね、申し込んでおりまして、正直ね、五等分の映画としてはもうめちゃくちゃね、水着界、待望の水着界としまして、めちゃくちゃもう満足度も高くてね、まあシャフトというかもう作画というかね、いろいろすごいね、素晴らしい作品なんですが、まあ映画館で何回も見たし、テレビ放送版も録画しているので、正直ね、円盤、ブルーレイをね、買う気はなかったんですよ。でもチケット、正直、まあ、チケットのためにね、買ってると言っても過言ではありません。ということで、まあ、せっかくなのでね、まあ、紹介していこうという動画でございます。で、まあ、僕としては何回行ったか、6回、7回行きまして、一応ね、こうやってね、色紙の方もね、コンプリートさせていただきまして、ね、いつきありますね。6回行ったのかな ?6 回行ったのか。いや、もう6回行ってさ、かぶり、まあ、いつきちゃんはかぶったんだけど、全種類ね、こうやってコンプできてめちゃくちゃ本当にね、ありがとうございますって感じでやっていきましょう。で、これパンフレットね。もちろん通常版とね、限定版買いまして、こういうね、コメントとかも全然まあ全部読めではないんだけど、まあこれを機にまたね、五等分熱が高まっているので、見ていこうかなっていう感じでございます。ということで今回ね、これをね、開けていきます。で、中身ね、開封したとは言ったけど、全然まだね、見てないので、まあ見ていけたらとね、みんなと。で、キャスト書いてあって、特典映像とかのね、こういうラインナップが書いてあります。もうパッケージからしてさ、ちょ、一回ビニール開けましょうか。はい、こんな感じでね、もうめちゃくちゃ夏を感じますね。太陽が素晴らしい。でもほら、このね、すごいもうギミックっていうのかな。もうこれもいいんだけど、ほら、この水辺ケースが、こう波をね、醸し出してるっていうのかな。ちょっと全然取れないんですけど、あ、どうやって取るんだっけ。あ、そうそう、こんな感じでほら、すごい。水が、そう、もう取れるんですよ、水が、波がね。で、ほら、まあ、風太郎が取ってるってことで、こっちはまあ、風太郎目線。で、まあ、風太郎映ってるのはバックがね、見れるってところで、まあ、だいぶこんなにね、ちょっと後ろ見せちゃって大丈夫なのかってところなんですが、こんな感じで、もうパッケージからしてね、大満足の商品となっております。いや、いいっすね。ね、これ通って、はい。よいしょ。まあ、時系列的にはね、劇場版の1個前だっけ?夏休み編。そうだね。1期2期劇場版ってあって、その後にね、作られた作品ではあるんですが、劇場版よりも前の時系列のね、お話ですね。文化祭前の。こんな感じで。まあ、水着もね、最高でございます。ちょっと一旦ね、どかそうか、少し。はい。よいしょ。こんな感じでね。いや、もう市川やっぱでもあれだね、ほら、モデルだからさ、モデルとかも女優だから、こういう日焼けしないために帽子かぶってるのかななんてね、思ったりするんですが、ちょっと開けていこうか。どんなんだっけ。よいしょ。こんな感じで、ああ、いいっすね。五等分の花嫁。読めない。これに、ね、読まないらしいんだけど、こんな感じでね。書き下ろしのこのイラストのね、やつもありまして。いや、いいね、本当に。もう全員さ、色もなんかね、これまでと違ってさ、まあほら、今、戦隊大四角書いてらっしゃるけど、まあ、ちょっと時を得ての、ね、まあ、新規書き下ろしみたいなね、感じで。で、こちら五等分の花嫁のブックレットですね。こんな感じで。これは、あれだね、パンフレットのイラストと同じかな。こんな感じで。うん。まあ、パンフだとほら、全面がね、見えないキャラもいるので、そう思うとこうやってね、ほら、いちかのこういう制服とかね、改めてまじまじと見ることができます。で内容としては、まあ、スペシャルブックレットって書いてあるから、ちょっと待っててね。まあ、ちょっとパンフにね、似たものになってますね。キャラ紹介、キャラコメントだったり、まあ、こんな感じでね、書いてあったり、こういうね、書き下ろしの、おぉ、でも水着がね、まあ、こんな感じで載ってましたけど、まあ水着のね、こうやって色紙を持ってればもうね、完璧ということですよ。持ってなくてもこれで楽しめると、いつきバージョンの水着でキービジュアルとか書いてある感じですね。あーいいね。でもこれが再現できるからいいよね、本当に。やっぱ色紙はね、大切でございます。いやもういつきちゃんもさ、ポニーテールが最高でございます。ありがとうございます。こんな感じで、まあスペシャルなブックレットと、ちょっとね、いろいろあるね。いろいろあるって歩道でもないか?でもいっぱいあるな。まあもう今更ではあるんだけど、このね、このためにね、買いました。このね、チケットの優先販売申し込み券ですよね。イベントのね、こちら私も行かせていただきますから、本当にね。もう先に行っちゃうと、デイ2の方に行きます。
1,2 でね、申し込みはできたんだけど、まあお金の関係とちょっと多いんですよね、横浜が。まあ正直ね、2日目がやっぱみんなね、メインというかね、こんな感じでほら、全員キャストね、乗ってますから。こんな感じで、まあエラも、デイワンも見たくなっちゃうな、今更だけど。って感じで、まあこれのね、ケンと、こちらね、はい、風太郎のね、風という字のシールです。まあ劇中でね、ニノがその、なんだろう、例え話っていうか好きな人の名前を入れ墨というかタトゥーとしてね、体に、肩に入れるみたいな話が出てて、まあそういうイメージでね、ありました。風という、これをだから皆さんのこの肩というかね、体につけることによって、まあ、風太郎を感じることができるというタトゥー風シール。タトゥー風ではないんだけど、まあなんか習字みたいになってるんですが、このね、特別なシールとステッカーですね、なっております。そしてこちらね、円盤のディスク、ちょっと曲がってますけど、こんな感じでね、五等分の花嫁。いいですね。開けるとこんな感じか。あー、いいね。いいね、いいね。で、さっきも言ったけど、映像のね、内容としては、まあね、流すわけっていうか、流せないから、こんな感じでね、いろいろ載ってるわけで、本編以外にも、こっちか、キャストコメントの映像と舞台挨拶。で、特報 PV、本予告、ノントレップ、OPED。いいですね。こんな感じで。本編は結構短いんですよね、やっぱり。この本編48分、ほら。このね、特典映像の方が長くなってる。69分になってるよ。こんな長いの。こんな長いのか。まあ、舞台挨拶とかね、30分前後はね、するかなってところでして、まあ全部ひっくるめてってことか。てかな、ね。こんな感じでね。すごい豪華な感じになっております。はい。そしてね、忘れてはいけない、こちらね。店舗特典の、まあ、特典。店舗特典の特典。まあ、店舗に対する特典。なんて言えばいいの？まあ、これ、ね、その通販、まあ、ソフマップとかアニメイトとか、それぞれね、まあ、特典ゲームとかね、円盤とかよくあると思うんですが、こちら、ま、そんな中で、シャフトの、まあ、会社のな、シャフ店だっけみたいな感じでね、ありました、まあ、落書きノート。いわゆるね、お疲れ様本みたいなね、アニメーションスタッフの。そんな感じのね、本になっております。ちょっと開けてみようか。なんか汚れてはないんだけど、まだ未開封です。なんかビニールがすごいビリビリになっちゃったよ。こんな感じでね、すごい色もいいね。イチカとかさ、ニノとか、こういう色がね、キャラクターを表してまして。で、どんな感じかっていうと、僕もよくわかんないんですよね、まだ。こうだ。あー、なるほどね。ほんとアニメーションスタッフの、まあ、落書き本と書いてありますが、いろいろイラストが載ってる。いや、かっこいいな。なんだこれは。いいな。かっこいい。ちょっとね、やっぱキャラデザっていうかね、それぞれちょっとほら、この劇中のキャラとは少し顔つきがね、違ったりしてるんだけど、いいですね。こんな感じで、あー、かわいい。ってな感じで、まあ、あんまり見せびらかすわけにもいかないので、こんな感じのね、スタッフ本になっております。こちらのために、まあ、そのね、店舗で買いまして、正直ね、チケットのためにまあ、これのね、ためだけに買うのであれば、アマゾンでね、安く買えないこともないので、まあ悩んだんですけど、やっぱ五等分の花嫁好きとしましては、まあこれをね、逃すわけにはいかないと。まあ一回ね、在庫が切れて焦ったんだけど、まあなんとかね、買っておりました。こんな感じでね。いや、いいですね。もしかしたら在庫とか今はどうかじゃわかんないんだけど、残ってたらね、まあアマゾンとかで買うのもありだとは思うんだけど、こういうね、店舗特典を手に入れるのもいいんじゃないかなと思います。五等分の花嫁、お疲れ様でした。いやもう新作さ、イベントでどうかなって、あ、ちょっとこれまた別の話になっちゃうから、ちょっとやめとこう。真逆になっちゃうからね。はい、そんなわけで、こちら五等分の花嫁ね。まあ特典、これはまあ店舗特典だから、このね、本商品にはないんだけど、こんな感じでいろんなね、ものがついているってことでして、皆さんもぜひ、五等分の花嫁好きとしてはね、まあ、手に入れているでしょうけど、いるでしょうけど、もしね、まだ持っていない方がいるのであれば、購入をね、考えてみてもいいんじゃないかと思います。なんか宣伝してますね。謎ですね。はい。そんなわけでね、皆様久しぶりの五等分動画でしたが、僕もこうやって話してるとやっぱね、五等分熱がね、上がっていきます。そんなわけでね、今の推しは誰かと言われちゃうと、ちょっとは、難しいな。今パッとミクが思い浮かんだけど、やっぱ全員好きなんですよ。僕自身。でも、やっぱね、そのキャラのエピソード、ピックアップ回を見ると、そのキャラにさ、あーいいなってなっちゃうから、ちょっとね、難しいっすね。これはもうやっぱ決めらんない、推し決めらんない問題。全員嫁問題。はい。そんなわけでね、まあ無駄な話がね、続いてしまっているので、ここら辺でね、幕引きとさせていただきます。で次回はね、五等分のまあちょっとまたチケット動画を撮りたいと思っているので、もうこれから撮るのかよってね、出そうと思っているので、そちらのね、動画をね、見ていただければと思います。では、皆さん、ご視聴ありがとうございました。五等分の花嫁、夏休み編。
開封動画でした。さらば。